王様のお庭で繰り広げられるドラマは新伝説誕生へ。その舞台となるのは埼玉を中心に首都圏で28店舗を展開するガーデングループ。チームお庭メンバーが最高の遊びを求め、王様のお庭で繰り広げる最高のエンターテインメント、パチンコスロット自腹実践ドキュメント、お庭伝説。この番組はガーデングループの提供でお送りします。今回の収録点は新ガーデン八潮、八潮駅南口徒歩30秒、パチンコ440台、スロット560台、総台数は1000台、大型立体駐車場も完備の新ガーデン八潮が実戦の舞台である。9時50分までにお並びいただいた方に入場整理券を配布します。10時に入店、遊戯開始。撮影当日の実際の映像はこちら。出演者も一般のお客様と同じ条件で並んでおります。この日も朝から商いを待つお客様が多数。この状況の中、果たしてどんなドラマが待ち受けているのか。さあ始まりました、お庭伝説。今回のメンバーはこちらです。イエーイ。はい、ということで今回はですね、新ガーデン八潮店での実践になります。さあ、そして、信頼探検隊ですけども、はい、今回はまゆちゃんが担当。最近すごい、そうみたいね。そうなんですよ、調子がちょっと来てるんで、今日もその流れに乗って信頼をね、はい、ガツリ紹介しつつですよ、ガンガン行きたいと思いますね、はい、出していただきたいと思います、はい、残った我々はいつも通りチーム戦をやってきますが、はい、私がやはり新お庭を率いて、頑張っていきたいと思うんですが、ドキドキ呼ばれるかな。今回レイコちゃんで、あっさり。レビンとレイコ様はチーム新お庭。私たちは2017年上位、はい、そうなんですよ、ですからね、1位2位ですからね。そういつも通り行けばもう余裕の勝利です、ね、いやいや、それはもうちょっとうぬぼれるのはきついな言い方。去年ゆずっきーとチームを組んで4店舗バトルした時にぶっちぎりの優勝してますから。そうなんです、はい、そうか、そうですよ、そうだったんだ。4万発近く出してますからね。もう私はもう周りでおこぼれもらったような感じなんですけども、うん、一緒に勝たせていただきました。あららら、でもカブちゃんと一緒なら負ける気がしないんで、 ありがとうございます。チーム名も、チーム名も鈴木先輩のアドバイスを受けて、もう寝ずに、じゃあまた寝ずに、なんで寝ずに考えるところ、寝ずに考えてきました。チーム名はチーム福内で平田さん、カブちゃん、ゆずきはチーム福は打ち。負けた人はやりますか。あ、豆まきですか。豆まきやっちゃいますか。いいですね、鬼役を最下位の人にやってもらいましょうよ。チーム関係なくいきますか。チーム関係なくいきましょう。個人戦争もそうだよ。だからまゆちゃんも入ってる。お、私も入れるんですか。まあちょっとなんか役払い的な、ね、あの意味もある。え、役払ってもらいたいですね。払ってもらいたい。最近調子いいでしょ。ダメだよ。ダメだよ。そんなことで、はい、今回はじゃあ負けた人、これもうチーム関係なく負けた人が一応鬼になってもらう、鬼になるというのがまず一つあって、さらにいつも通りですね、1万発オーバーした場合には、はい、視聴者の方にプレゼントのもありますんで、はい、そちらも頑張っていきましょう、はい、はい、そんなわけで実践スタートします。頑張るぞ。おー、この2つのチーム、勝利をつかむのはどっち。まずはチーム福は内、ゆずき、いきましょう。笑うセールスマン3で勝負スタート。 40% から 50% くらいあるので、リセットされてれば99ゲーム以内に当たるかもみたいな。朝一早い当たりを期待して打つゆずっき。これが前兆ですね。欲望モード赤まで、あ、いった、ありますね。あっち、熱い展開から、いや、やった、当たった、早い、天国です。あっさりと ART、 どんどんボーナスゲット。40ゲームですね。
1.56% で100ゲームが選ばれます。お願い。あー残念。ここは1セットで終了。しかし、あー暑い。終わってすぐ欲望モード全長スタートは天国の可能性ありますね。再び早い初当たりを期待していると、うわはい、天国。22ゲームで再び ART。 特化入れたいですね。特化入れてセットをストックしないと。ちょっとチェリーからチャンス。チャンス、お、ありましたね。どのチャレンジ1個乗ればいいかな。ここで上乗せ特化ゾーン、どんどんチャレンジへ。1角出るんですけど、7揃いで1セット上乗せ。2セット目継続時のルーレット、進化極めなら上位 ART。 押します。お見事、新どんどんボーナスで上乗せの大チャンス。ここでどんどんチャレンジに入れていく、ストラを引っ張ってストックしまくるっていうチャンス目。ドン。チャンス目から直乗せゲット。消えた。上乗せ特化ゾーンの上位版、どんどんチャレンジエクストラに突入。来た、 CB はありがたいよ。もう一個乗ります。はい、2個、3個。気持ちよく上乗せ連発。4個、6セットあります。いや楽しいわ。朝一から楽しい展開、どこまで伸ばせるか。チーム福は内、相方のカーブちゃん。こちらはパチンコ、北斗無双で勝負開始。来たんで2万円を使います。あ、まだ入っていくと言っていたところで保留が変化。これで当たってほしい。あ、揃った。熱い。真剣ゾーン突入で一気に大チャンス。お、どこ赤です。チャンスアップ。うわ、緑か。ここでもうカットインは緑だが、果たして。よし、いやー、まさかの。お見事、大当たり。できます。さらにラウンド消化中に、SD 突入で波に乗り始める。いやー、よかった、いけました。やった、早い。まあママでしょうか。4000発ゲット。対するチーム新鬼はレディン。オスバッチョ3、久々ですね。新ガーデンになってからは初めて。今日こそ長番引こう。長番、しかもウェイト中のランプで来たって言いたいですね。400ゲームを超えたところでチャンス。さあ強い。あー、来た来た、強い。カウンター拡大出ました今。中対決以上、強対決も大いに期待できます。熱い。これで特訓いけば強対決すらある、はい、特訓開始でさらに熱い展開に。まあ、一応ギリギリ確定対決ってとこまでいかなかったけども可能性あります。で、強対決以上なんで次回この対決果たして仕留められるのか。頼む。よし、はい、やりました。468ゲーム本日の初当たり、投資がですね、1万1000円で、いただきジャーニーではなく、こっちなんで、あ、これ一番熱いやつ。あの対決はガチで抽選してて、で勝った場合は ART のストックと通常 BB のストックで2回ループ抽選受けられるっていう状態だと思います。ということで、はい、番長ボーナス。あー、テンション上がるわ。朝一通常 BB スタート。
ボーナス中にストックもゲット。ストックお願いします。大連ちゃんどこまで伸ばせるか。よっしゃほら2個以上あったよ。やっぱり上乗せこそないものの次々と継続、ほらループしやすい。あともう1回続けば一応 47% の膨大抽選受けれます。しかし5連頑張った。でも何もなかった割には500枚ゲットから再び初当たりを目指していると、あれなんで前兆いってんだ。これ今対決は確定してるから、ほら特訓いったらこれ通常 BB だよ。ほら通常 BB だよこれ。2発目多分ゾーン外のところから始まって特訓いってるんで、通常 BB の可能性の方が非常に高い。はい果たしてこれで出てくるのは、俺はシャッターが閉じてボーナス確定。はい228ゲーム2発目の通常番長ボーナス、お見事。本日2度目の通常番長ボーナス、はい、1回しかループ抽選してないんで全然単発もあります。うわーいたー、なんとか単発は回避。ここで、来た来た、ここで分かりました。今ここが先光ってました。超番長ボーナス、はい、有言実行超番長ボーナス。早速青七ぞろいで2セットストック。2発2発です。おっしゃー3発ありがとうございます。はいということでストック3発プラス天国モードです。お得意の番長で絶好調のレビン、同じくチーム新お庭のレイコ様。レビンさんと話してたら番長の話出てきまして、やっぱそこで話すと番長行こうかなってなるんですよ。レビンと同じく番長3で勝負。まあ、朝一にリセットされてれば、まあ、ベル天井128でしたっけ下がってますけど、ちょっとそこを目指したくはないと言っていた玲子様だが、あっさりと負けた。なかなか対決で勝てず、はい、気づけば128ベル。これで一応128ベル。さあ来てますね。あれ普通にチェリーか、え、これチャンスチェリーですよね。いや設定差ありますよ。これはだいぶ高設定がね出るチャンスチェリー。ミサオちゃんがいると、はい、いただきジョーニー入りました。949ゲーム、ひとまず128の天井で当たってその本前兆中に、まあ、チャンスチェリーを引いたと。いただきジャーニーが始まったら煽りが開始して、そこで確定対決。さあではいただきジャーニーいきまーす。早速レイコ様の予想通り対決へと発展。チャンスチェリーからストックゲット。2日目行ってきます。しかしここでは上乗せならず2セットで終了。再び初当たりを目指す玲子様、はい、さあ特訓でございます。特訓からの対決、弱対決では厳しいか。しかしあこっからまた特訓なんで、これ大丈夫でしょう。かわいいのが飛んでるプレミアムも出現。そんなわけでね当たりました。はい確定です。いただきあ
ボーナスきました。通常 BBA 入りました。オナナデビンに続けと通常番長ボーナス。オナナで、あれちょっとあるな。さらにボーナス中にストックゲット。青 BB だったんで、今度こそ出玉を伸ばしたいレイコ様。もちろん順調に3セット目。ゴーダイジに行ってくれたと。ゴーダイジステージからの対決でボーナスのチャンス。やったやったやった BB 来ました。そして絶頂来い。来たぞレイコ様大興奮、絶頂対決。果たしていくつストックできるのか。さあ、限界はこっからなんだよな。ここで MB か、耐えて耐えて、うわあ、やっちまった。絶頂では最低保証の2セットストックだったが、順調に出玉は増えていく。さあ、まだまだ行きます。レイコ様の勢いはまだまだ止まらない。ガーデングループ設置機種情報。今回の収録店新ガーデンヤシオでは、新花のケージ2計40台、新北斗無双北斗の剣7計55台、海物語シリーズ計69台、スロットコーナーはゴッドシリーズ計61台、北斗シリーズ計22台、バジリスク絆計30台、マドカマギカシリーズ計23台、番長シリーズ計39台、好評稼働中。ここからはまゆちゃんの寝台探検隊。寝台探検隊とは、毎回お庭メンバーから寝台探検隊を任命し、寝台の楽しさを実践レポートするコーナーである。突入率が 70% で、電車ポ100回の後に、転落抽選がありまして、そちらの確率が270分の1となっております。今回も予備知識はバッチリのようだが、肝心の大当たりが訪れず。おお願いします。信頼度およそ 17% の一無案チャレンジ。あー、なすすべなしか。え、やっと来た復活大当たり。763回転目にして、しかしやっと引いた当たりで時短という。時短で終了。ケージの魅力伝えられず。笑うセールスマンを打つヤズケイ。現在 ART 中5セット目突入のルーレット。果たして、長くない？マジか。なんと一番上乗せ期待度の高い極めに突入。最低でも5個は欲しい。やっと、はい、特化ゾーンに入らずとも次々と上乗せ。40ゲームでストックしたカーズは5個か。まあ十分十分ですね。勢いが止まらないユズッキー、大連チャン。一気に出玉を積み上げたその結果は、
1900枚で終わりでした。あーこっちか。その後も粘り続けるゆずっきー、はまらずに出玉を増やし続ける。足を引っ張りたくないカーブちゃんはちょっと甘めの台で勝利を目指してみてもいいのかな。大道を開始。あーやっぱ新台の札強いですね。ちょっとライトミドル199でシンフォギア行ってみたいと思います。あこれあれだ、注目演出の一つですね。千円演出3台のうちの1個入りました。でまた来た。あで絶唱も入ったってことですよね。絶唱演出も入りました。でプチューンしてゴット引いたの。ゴットではありません。ゴット引いたゴット引いた私。あ違うたったまだです。当たってないおーいきますよっ。え外れました。嘘、復活するんじゃないですか。復活よかった。ありがとう。お見事復活大当たり。67回転。あーいけたいけた。52% 取れましたラッシュ。ラッシュ突入から次々と連チャン。その結果は終わった。ちょっと小ラウンドに寄っちゃったのがもったいないんですけど、でも球は増えたんで良かったです。移動成功。出玉が増える結果に。長番長から波に乗ったレビンは、はい、10日目累計で10日目まで、はい、1671枚10連チャン。これはその後も一進一退を繰り返すレビンだが、単発94枚。徐々に出玉を減らす苦しい展開。一方玲子様は現在1500枚オーバーと絶好調。さらに大チャンスの温泉ステージへ。2度目だ。絶頂です。これ間違いないでしょう。やっぱ 25% 引いてますよ多分。リベンジなるか。本日2度目の絶頂対決。一発。よしよし、なんとか3ついった。4つ。先ほどとは打って変わり勝利を重ねていく、はい。まあでも一応6個残り多分10セット近くあるんじゃないかなと。絶頂から大きく上乗せ、ゆずきを追いかける。さあなんと4000枚超えました。4000枚オーバー。果たして勝負の行方は。ガーデングループ新大情報。2月はパチンコ CR スーパー海物語 in 沖縄4桜バージョンライト199 CR アントニオ猪木 CR オートレース他ご覧の機種。スロットは新世紀エヴァンゲリオン乙女マスターズを大量導入。新ガーデン北代のヤシオ川口安行がご覧の日程で新装開店。ご期待ください。お庭伝説の最新情報は番組ホームページまたは公式ツイッターお庭伝説で検索してください。そしてお庭伝説増刊号も毎月第2日曜日深夜25時30分から絶賛放映中。お見逃しなく。ここで私たちからお知らせです。次回のお庭伝説の収録は八潮店北与野店。ここでお庭伝説オリジナルチョコレートをお配りしますのでぜひお越しください。待ってるよ。
実践終了。お疲れ様です。お疲れ様でした。いや今日もすごかったね。すごかったですね。人がまた多かった。シンガーデンになってからより一層人が増えたような感じでね。でパチンココーナー増大新大の札ついてる、あのセイントセイヤとダンバインがすごかったんですよ今日。なるほどね。スロットコーナーもですね、もうほんとまんべんなく出てる感じで、そう確かにより一層この移動できないというか最初がね勝負っていうね、ところもありますが、こちらの結果を見る前にですね、信頼探検隊のまゆちゃん、はい、あの刑事2の私の結果はこちらです。信頼で頑張ったまゆちゃんの結果はこちら。我々のチーム戦の結果いきますか。はいはい、まずはですね、はい、新鬼は、おこうなりました。ダダン、はい、わまず僕からいきましょうか。はい、まあ超番長ボーナスとかも引きましてね、はい、プラス851枚、お、勝利ということで、うん、すごい。通常 BB も2回引いたりしたからね、すごい大の挙動としても良かったんですよね。良かったんですけども、はい、それよりもね、猫ちゃんだよ。まあ、朝一ちょっと天井はまっちゃったんですけど、もうそれ以降は私も絶頂2回引きまして、うん、あら、ちょっと奇数っぽいね、そうなってくるとね。そうなんですよ、もうちょっと5が、うん、濃厚なんじゃないかなと。もうこれはいったんじゃないですか。いったんじゃないでしょうかね。大丈夫ですか。いいですか。じゃあそちらのチーム、私たちの結果は、はい、こちらです。バンじゃん、じゃあまず私からチーム、はい、お願いします。投資がですね2万円で、回収が7013玉、はい、プラス2013。あ、固くなくプラスでした感じ。お隣の方、うん、はい、すごいんですよ。 お隣の方、投資屋さん2000円で、はい、そこから止まらなくなり5500万円。あ、さらっと言ってる前じゃないよ。楽しくていい。楽しいだろうねこれね。大好きなんですよ。ここまで出て継続中じゃ、結果がなんとなく、はい、分かっちゃいましたが、一応聞いてみましょうか。負けちゃったかもしれないね。負けちゃったかもしれない。結果発表。はい、ありがとう、ゆずき、チーム桑内の勝利です。おめでとうございます。これさらにさだまが1万発余裕で超えておりますので、視聴者の方にプレゼント、はい、こちらもぜひぜひ応募いただきたいと思います。はい、そんなわけで、ここでいつもさよならなんですけども、はい、一つ忘れちゃいけないことがありまして。いやもうさよならで大丈夫です。自分ということなので、はい、一番ね個人戦で負けた人はちょっと鬼になって、ちょっと役を払うと、誰だろう、お話をしたと思うんで、うん、あの個人戦で、負けたという方いたら手を挙げてもらっていいですか。挙手制で、挙手制でお願いします。最下位のまゆちゃん、鬼になって役を払いましょう。ということで鬼の準備が整ったようなので、早速役払いの方行ってみたいと思います。はい、行きましょう。やったー、巨人の鬼が出たぞ。鬼は外、鬼は外、鬼は外。負けたのにこんな人ないですか、これ。皆さんまた来週。さよなら。エンディング後も天国ゾーンで当たり続けるゆずっきー。最終結果は、継続した結果、こちら5488枚、ありがとうございます。大幅なプラスでございました。今回勝利したチーム福和内のさだまは見事1万発オーバー、ご覧の腕時計をプレゼント。ご希望の方はご覧の宛先までどしどしおはがきを送ってください。